着ているスーツ、熱いぜ。しばしの休暇を取る。こんなアイディアがある。聞いてくれ。背面にジェットパックを搭載したパワーアーマーのスーツ。まあ、クールなアイディアだが、うまくいくかは。ああ、くそ。死の朗読会は今夜か。まだ準備できてない。パワーアーマーをおしゃれにしたいのならバッチリの場所へ来たわね。アトムキャッツはアポカリプスのこちら側で一番クールなモジュールを扱っているわ。ここはどんな場所なんだ？アトムキャッツガレージよ、おバカさん。キャッツの天国。クールすぎて連邦の他の場所には住めない。オーダーメイドのパワーアーマーの仕事が大好きなの。なぜって、パワーアーマーよりクールなものは何？ないわ、まさにそれ自体よ。わかった。見てみよう。ラウディ、スーツをおしゃれにしたい？品物を見せてほしい。これは任務に関係があるといいんだが。ラウディです。それで詩を書いてきました。いい感じだな。タイトルは？ハンマーの歌です。頑張ってラウディ。そのプレートにはぶったまげた。ジークだ。ハンマーの歌、すごく重くて素敵な、ごめんなさい、できない。ラウディ、戻ってきてくれ。誰かレコーダーを止めてくれ。プレート？パワーアーマーさ、俺が好きなのは俺が好きなのを好きなキャットだ。それでアトムキャッツはパワーアーマーが好きだ。アトムキャッツ聞いたことないのか。俺たちはアトムキャッツだ。連邦内で最もクールでモダンなキャッツのギャング。それで何の用だナイチンゲール。ファットシティへの切符が欲しいのか？ファットシティ？ファットシティは心の状態のことだ。一緒に来ればそうなる。アトムキャッツになるセンスがあると思うなら、自分のものを見せびらかすことができないとな。俺の女ラウディに確認してみろ。あいつにはお前のブレッドフックを必要とする仕事があるはずだ。や、踊り出したくなるようなガラクタがある。見るかい？最近イケてる？レールロードキャッツについて聞いたことがあるか？人造人間を汚いやり方で閉じ込めて新しい人生、家、記憶を与えるんだ。
俺たちのところに来ない理由はわからないが、ここの生活は望める中で最高だ。わかった、見てみよう。やあ。どこへ行ったって、キティキャット。この辺りを案内してくれないか。私が？アトムキャッツの実情を教えてあげる。ラウディがパワーアーマーのモジュールを担当しているの。私の知ってる一番クールな子でもあるのよ。だいたいガレージの中にいるわ。ブルージェイは営業、パワーアーマー以外の売買は彼が担当よ。そうね、デュークとジョニー D は厄介事を起こす要注意のキャッツについて詮索しているの。話はあと少しよ。ジークがボスでこの組織全てを立ち上げた。それで、そう、ジークよりクールなキャットをぜひ探してほしいわね。あとは私、新人のアトムキャッツ、ロクシーよ。みんな覚えた？ラウディは大量のプロジェクトを進めている。お前の仕事も見つかるはずだ。私にとっては可能性の宝庫だ。何か面白いことでも学んだか？やった。向こうでおしゃべりしているのを見たけど、何の話？
ブレッドフックについてだ。ブレッドフック知らないでしょ。手の意味よ。時代遅れね。見たところボスはあなたに少しアトムキャッツがあると思っているわ。ラウディちゃんにここで共同生活する素質があるか見てほしい。素質はある。見ものね。ずっとこれを運ぶのを延期していたの。池を越えてワーウィックへ。でもこれからあなたにやってもらうわ。ここにあるのが修理していたもので、ワーウィックのポンプシステムのパーツなの。ジークみたいに肉詰めの缶でいっぱいに詰まっているの。ポンプ小屋に行ってこれを取り付けてきて。ワーウィック？ワーウィックはここのすぐ東にある古い水処理施設がファームになったところよ。時代遅れの連中が一日中土を掘り返しているところ。ああ、それと終わったらジュン・ワーウィックに知らせるのを忘れないで。彼女は少し変わった現場の責任者よ。ラウディ、スーツをおしゃれにしたい？何の仕事だったかな。いいからそれをワーウィックで取り。ママは本当に料理が上手よ。いや、向こうのポンプ小屋で作業しているのを見たわ。アトムキャッツに入っているの？そう思う理由は？彼らはここでいろいろ手伝ってくれるの。小屋で作業したのを見て、あなたもそうなのかと思った。それでポンプはちゃんと直ったの？ああ、ダクトテープと風船ガムで修理してある。ああ、少なくともアトムキャッツは仕事が早いわね。さて、修理のため自分たちの役割を果たす必要があるわ。もっと問題が出てきたら連絡するわ。もしかしたらいつかファームのためになるかも。アトムキャッツにはいろいろ助けてもらっているの。お腹が空いたでしょ？さあ、食料を持って行って。それとお願い、ジークにお礼を言っておいて。しばらくの間は限られていたけどね。今じゃトレードするものは豊富にあるのよ。興味ある？大変な時期を過ごしていたみたいだな。ええ、複数のスーパーミュータントが来てめちゃくちゃにしていったの。まさに餓死するところだった。とにかく今は順調よ。
この場所を見てみて。必要なものは全部あるわ。言っておくけど、もしここでファームを始めるなら戦いの準備をしておいた方がいいわ。どうしてガードを雇わないんだ。たとえ食事させて寝場所を提供して給料を払うことができても、信用できる人間が必要よ。家族を守ることになったらロバートと私がしっかりしないと。あなたは家族はいないの？息子がいる。ショーンだ。妻を失った。あ、ごめんなさい、聞くべきじゃなかったわね。古傷に触れるようなことがないといいんだけど。ああいいよ、知らなかったんだから。そう言ってくれてよかった。一つの会話で思いっきり罰を悪くしたようね。話していて楽しかった。また訪ねてきてちょうだい。気をつけてね。ラウディ、すべて済んだ？終わった。あそこのひどい匂いを知っていたか。ったく。なぜあそこへ戻るのを後回しにしてると思うの？
冗談抜きで誰が下水処理場にファームを建てる？あの場所はマジでクソだったか？俺たちの仕事の面倒を見てくれてありがとう。ジューンが感謝している。ジューンは魅力的な女性だ。彼女のマイアラークケーキは今まで食べた中で一番斬新なんだ。念のため言っておくけれど、仕事の成果をチェックさせてもらうよ。キャッツはいい加減なスキルで手柄を立てはしないからね。それで奴にはワービックのポンプをきれいにするスキルがあったんだな。他にも面倒見てもらうか。ガンナーが突っ込んでくる。ガンナーズ、もうたくさんだ。ぶっ飛ばしてやろうぜ。アトムキャッツ。敵発見。仕事の見返りがあっていいはずだ。テストの内容を忘れたみたいね。あの場所はマジでクソだったか？俺たちの仕事の面倒を見てくれてありがとう。アトムキャッツがワーウィックで手を貸してくれたとジューンが言っていた。ここを見つけた時、彼らは自立の手助けをしてくれた。見返りを求めずに食料を恵んでくれたんだ。それでクソな泥を流すためにポンプを再稼働する策を練っていた。感謝の気持ちを表すためにな。アトムキャッツの心か何かがこもっている豆をこぼしていくなよ。念のため言っておくけれど、仕事の成果をチェックさせてもらうよ。キャッツはいい加減なスキルで手柄を立てはしないからね。それで奴にはワービックのポンプをきれいにするスキルがあったんだな。他にも面倒見てもらうか。ガンナーが突っ込んでくる。ガンナーズ、もうたくさんだ。ぶっ飛ばしてやろうぜ。アトムキャッツ。
たちだ。あの濡れ雑巾どもは俺たちのスーツを手に入れようとしている。しかしお前は、お前はぶっ殺した。お前のおかげで一人もキャットを失わなかった。それでテストはもうなしか。なしだとも。優れた人材というのが分かったし、アトムキャッツの友人だからな。お前はここを統制するほどの素晴らしい能力を持っている。じゃあここら辺で少し値引きさせるようにしてやろうか。あと最後に、連邦内で何がイケてるか知っているやつには渇望の品、アトムキャッツのジャケットだ。お前専用のな。着こなせよ。あんたが着ているスーツ、熱いぜ。他にいくつかスーツがあるけど。ジーク、もしかしたらもう一回レースを開催すべきかもしれないな。水中とか、水中パワーアーマーレース。ジーク、お前は天才だよ。他にいくつかスーツがあるけれど。